にちは、藤谷船頭のレディオパンボンズです、はい、なんだこれ、はい、今日は、はい、船頭の勝手にジャケット制作所っていうちょっとパクリっぽい誰かをパクっている気がするんだけどそのタイトルとそんな感じで、はあ、勝手にね CD ジャケットを作ってみちゃおうかなと思って、ジャケットを作ってみました、はいはい、今回フューチャーされたのは千道歌さんです。お、わ、歌散歩のね、あの可愛いお歌かの有名な歌散歩の CD ジャケットを勝手に作ってみました、うん、本当はね歌散歩春とか、あ、ね、そうです、ね、タイトル、本当のタイトルはそれで BBQ の桜ライブで披露した曲ですよね。あの可愛い曲ですけれども、はい、これは実はアルバムを想定して歌散歩っていうアルバムを作ったことにして、あ、なるほど、なるほど、ね、春をあえて消してね書いてみました、うん、あ、このアルバムの発売は未定でございますそうだ、まだ1曲しかないからね。そうだね、はい、で、せっかく文字を書いたからちょっと写真もと思っていろいろ私の自分のね写真ファイル探してみたんだけど、うたさんの稽古場にいる写真しかなくて、うんうんうん、ちょっとツイッターのうたさんのツイッターの写真からね、うん、お散歩風景いっぱいあったので、うんうんうん、そこからちょっと拝借してきまして、うん、先ほどはい、お家族にも許可をいただきまして、そうなんですね、うん、お散歩の途中に大好きな猫さんに出会った瞬間の歌さんの後ろ姿、はいはい、うん、この耳がピンと立ったところに、うん、あの喜びを感じたので、うん、この写真だって決めました、うんうん、これだと思って書いたんですけど、この歌さんの可愛らしさとお散歩っていうのんびり感をイメージして歌さんの足跡も入れ込んじゃったりして、ただただ可愛さのみを追求して書いてみました。文字にね、うんうん、本当のこと言うと、はい、筆文字だし、最初はね、うん、演歌の大御所高泉寺千佳子さんの暴れ太鼓の練習をしてたんですよ。あ、それにしようと思ったんだね。そうそうそう、暴れ暴れってずっと書いてたんだけども、うん、何回も書いてると急に違った書体を書いてみたくなるのね。でその時にそうちょっと違うの書いてみようかなって可愛い文字をプルって書いてみたら、あ、これ歌散歩だってひらめいちゃって、おうおう、歌散歩に今回なっちゃいましたけども、暴れ太鼓はまたの機会に書いてみたいと思います、はい、千道歌さんのファーストアルバム、はいはい、歌散歩、実際に発売されるかどうかは未定ですけれども、皆様のお声をお待ちしております、はい、というわけで今回の藤谷船頭はここまで、ありがとうございました。